こんにちは編集者の武田俊です演劇モデルの永井美塚ですこの番組モーションギャラリークロッシングは日本最大級のクラウドファンディングサイトモーションギャラリー上のプロジェクトを紹介しながら今まさに生まれている新しい文化的なトピックスをゲストと共に掘り下げていく番組です番組の提供は東京九段下にある築90年以上の歴史的建築 フランハウスですはい,い、ね、今週もやっていきましょうはい先週はたくさんゲームの話をしてうんちょっとあのちゃんとしたゲームの話もしたいんですけど <laughs> 普通に武田さんの好きなゲームも聞きたいから <laughs> はいはい今何やってんの一番えっとね今何やってっかなうんで僕なんかだいたいこういう風にしているんですというのはうんもう積みゲーみたいになり かねないわけですよ今やりたいもん多くてはあはあそうねうん買、うん、ったはいいけどねそうなのだから、うん、同時にストーリーがしっかりあるものを何本もやるのって小説何冊も読んでみたいで混乱するから <laughs> あーあ,ーあー確かにストーリーがあるものと、うんえー、競技性の高いものはあ、うんうん、だから今はストーリーのあるものってそんなやってないな結局 野球少年なんでパワープロやってますねパワープロって本当に面白いよね <laughs> 本当やる大好きパワープロマジか、うん、でも私守備ができないのボール全然取れない、うん、え打つ方がムズくないえ打つ方が簡単あ、そうなんだ <laughs> やべ、斬新なタイプあの女性でパワープロープレイヤーそもそも少ない中、うん、守備が苦手っていう斬新なパターンでしたね あとあれあのさスゴロクみたいなのあるじゃん。うん、はい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 。なんだっけあれ。あのなんだろう選手作るモードの簡単なやつ？そう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 。ありますね。あれもやる。はいはいあれ結構いいのよね。うん、ねあれ楽しい。ガチャっぽくてねすぐ短い時間で選手作れてね。うん、え一番さ強いさはい、はい、選手の名前何手作りの？あ手作りの。うん。え押し？手作りの。<laughs> 手作りのはむずいのよ名前の付け方ってね難しいななんかね自分はどっかで僕絶対作っちゃうわけですよあそうなんだだけどうん、うん、自分が最強の選手ってかなりキモくないですか <laughs> ちょっとねだから、ね、いつもね、うん、名前付けらんくてすごく困っちゃう友達の名前とか適当に付けて動出してるなるほど、うん なんかあるんですか、えー、名前の付け方私はねなんか、うん、絶対つけらんない名前とかにする人間にさぬきまるっていうのが強かったさぬきまるさぬきまるいい名前 <laughs> うん。あとせこつせこつそいつはなんか体感がしっかりしてるから強打たさっていう設定でこ <laughs> う,ういうね裏設定すると楽しいのよね <laughs> ね楽しい <laughs> やばい全然パートに盛り上がると思わなかったけど <laughs> うん 意外とやっぱゲームの話は盛り上がれっていうことはよくわかりますねね思わぬところで気が合うってなるからね今週も掘り下げていきましょうはい皆さんもあの鍛え上げたパワープロ選手を教えてくださいマジ少ないと思う番組の「#」ハッシュタグは「#mgcrossing」「ハッシュタグ #mgcrossing」ですお待ちしておりますはいではでは今週も始めていきます 武田永井みじかがお送りするモーーシションンギャラリークロッシング前回に引き続きゲストに編集者で回遊 .net プレミアムの新見奈緒さんイラストレーターアニメーション作家の高倉和樹さんをお招きします。<music> ここからは今話題になりつつある文化的なトピックを深掘りしていくディープフォーカス。前回に引き続きゲストに編集者で海遊プレミアム編集長の新見直さん、イラストレーターアニメーション作家の高倉和樹さんをお招きしてます。お二人とも引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ます前回はね、ゲームの衝撃をテーマにお二人のゲームの現象的な出会いとか、 コロナの状況で盛り上がっているゲーム事情、一体なんでだったのか、なんていうお話をしてきました。今回は幅広く個別のタイトルというよりは、ゲーム業界にまつわる広い意味でのトピックスをいろいろ議論していきたいと思うんですけれども、どうも前回収録の最後のコロナとゲームのパートからにみさんがひらめいたらしいんで、ひらめきのお裾分けをいただいてみようかなと。<laughs> <laughs> ありがとうございます。前振り。いや、そう。ちょっと話しながら、 考えたんですけど、うん、その、なんで、このコロナ禍で、ここまでゲームが重宝されたかって、まあ僕が考えるに、その、やっぱ他のあらゆる物語って、やっぱ必ず終わりがあって、どう終わらせるかっていうのが、他のその物語の欲望なんだけど、ゲームの物語の欲望っていうのは、いかにユーザーをその世界からまあ離さないか、うんうん、むしろ、 どうやってこの物語を終わらせないかっていう欲望だから。<ー>うん。だからこそコロナで、まあ要は外にも出れないし、友達にも会えないし、うん、やることがない。で、無限の時間がある。うん、っていうことと、このコロナもいつ収束するかわかんないっていう中で、その終わりのない物語っていうのが、やっぱ僕らのやっぱその生活にすごいフィットした。寄り添ってくれてるんじゃないかなっていうのが、 コロナにおいてすごいゲームが注目されてるっていう一つの背景なのかなと思いました。なるほどな<ー>うん。面白いな二 2>, 2回目だけど、いい話だないい話。<laughs> そうだね。<laughs> えー、でも本当なんていうのかな、そのゲームの与えてくれる感覚が、実続きになっているみたいなこと、<laughs> うん、今の我々の社会に。うん、っていうのはすごく思うし、うん、なんていうのかな、その終わらせないというか、そこにある種居続けたくなるっていう意味では、 ゲームの方が終わらない安心感を持ってるから、うん、一体この社会がどうなっていくんだろうっていう終わらない不安感に対して、とってもそこに痛くなるっていうのが、構造が似てる分、うん、安心感をもらえるゲームの方にみんなが注目していたっていうことも言えるのかなって思いましたよ。うんうんうん。そうですね。これの仮説はちょっと面白いから引き続き検証していきたいですな。うん。で、コロナのお話はここまでにして、今日はまた違う話をしていきたいんですよ、長井さん。うん。 じゃあ、まずは、うんまあ、ゲームはさ、うん、あの、やる人もいるけど、やらない人もいるじゃないはいはい。はい、でもさ、あの、ゲーム機持ってない子でも、ゲーム実況はめっちゃ見てて、なんならその、 持ってるやつよりそのゲーム詳しいことがありましゃう、<laughs> もう今って。いる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 。<laughs> あまだそこなんだって言われたことある。<laughs> ゲームやらなくて。<laughs> いや、やってないじゃん、<laughs> お前っていうこと <laughs> な。なんであんなにゲーム実況ってブームなんでしょうか。なんで面白いんだろう、あれって。なんでなんだろう <laughs> その。ゲーム実況の歴史っていう部分は、新ゆみさん、話せたりしますか ゲーム実況の歴史か、まあ、少なくともそのプラットフォーム的には、うん、まあ我々がちょうど大学生だった、うん、えっと、2000年代とかの時代って、まあ、ニコニコ動画がすごい入れ始めて2007年ぐらいですね。ニコニコ動画が生まれて、まあ、初ネミックとか、ポ、うん、カロとかが生まれて、うん、で、ニコニコ動画のプラットフォーム上で、まあ、ゲーム実況みたいなのが、一応さらに注目を集めて、 時代があっで、そっから今もちろんその YouTube にプラットフォーマー移行して、うん、まあさらに拡大、ムーブメント拡大してるんだけど、うん、うんなんでゲーム実況ここまで流行ってるか。難しいですけど、でもすごいやっぱ現象的な、例えばその、うん、体験として、例えば友達がゲームやってるのを、 こう横で見たり後ろで見たりはいす、はい、る、うんうん、面白さってあるじゃないやんてないんだけど格ゲーで負けちゃうから全然コントロールー回ってきてないんだけど「グ <laughs> ーって言いながら見てるのは結構楽しかったりするよね <laughs>、うん、そう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 しかもそれがすごい規模でいやもうみんなで、うん、インターネットを介してそれこそ何百人っていうのでみんなでこうわーって盛り上がれるあの体験っていうのはまあお祭り感もあるしうん、うん、そう すごいハマってるんだろうなとは思うんですね。確かに。なんかさ、こう、やり込み派のさ、うん、なんかめっちゃうまいみたいなタイプの実況と、4人くらいで楽しくやる実況ってあるじゃん。こう、別に下手だけどみたいな。はいはい、うんうん。私はもう断然みんなで楽しく下手っぴ派なの。うんうん。わかるはいはい。どっち派 <laughs> <laughs> どっち派ってあ。そうね。僕はなんか別 うまいプレイを見たいっていうわけじゃないんだけど、すごくゲームに詳しい人が、うんうん、このゲームの面白さはねって言いながら、は<ー>あのプレイしている感じ。はいはい、あ、買おうかどうしようかなの迷いを彼らに託すっていうのが結構ある。やっぱりこれはやるべきだってなってると、うん、絵も同時に見れるから、うんうん、なんていうのかな、ゲームのティザームービーって今すごく YouTube 上にいっぱいあるじゃない新<ー>発売の。あれとかでも、 こうプレイ感がわかんないっすよこう。いっぱいカット、カット、カットで編集されてるから、うん、どうにも面白く見えるようにもちろん編集してるわけなので、うん、なのに実況プレイヤーのゲームしてる感じとか、その時のなんていうのかな、えっ、ー、と、ユーザーインターフェースというか、このボタン、画面上にどんな風なデザインがされてるかみたいなのに、僕結構快楽を感じるタイプなので、うん、おお、この感じはなかなかいいのではないですかって言いながら見て、 るみたいな。へうんなるほどね。テレビショッピング的な使い方をしているかもしれないですね。はいはい。なるほど。それもあるのか。実際、道具を使ってみたみたいな YouTuber に近い感じね。あ、そう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 。キャンプーンでこれ。これみたいな。そういや、でも、そうだね。ゲーム実況者を語る上では、その、幕末志士を。 語らねばならないと。え <laughs> 幕末志士。<laughs> <う>幕末好きだよね。のニコニコ動画時代の初期にゲーム実況を始めた人たちで、うんうん、<ー>すごい古いゲーム実況者なんだけど、うん、あの、西郷隆盛と坂本龍馬になりきって二人でゲームをするっていう。 うわただ,ゲ,ただゲラゲラ笑ってるだけなんだけど <laughs> そいつらがもう本当にすごい,い,いなそいつらのもう画期的な点っていうのは「やつ、うん、が来る」っていうシリーズで「うん、マリオ64で」で緑のキノコを出すんですよ 1>,、うん、1アップキノコね。そうすると、うん、プレイヤーに向かってそれって自動的にあのプレイヤーが取れやすいように自動的にこう向かってくるの。はいはい はいはい。で、追尾してくれると。そいつをわざと出して、そいつから永遠に逃げ続けながらゴールするっていう、新しいルールを考える、うん、人たちで、すごい。そうそう。だから、なんかゲーム実況の面白いところって、その新しいルールを見つけたりとか、うん、なんか、変な湾曲した遊び方をする人たちっていうのは、まあ、 いわゆる縛りプレイみたいなことだけどいて、そういうのが僕はすごい好きで見てたりします。確かに縛りプレイは見てて面白いよね。うんうん、ゲームの中で違うゲームを作っちゃうというか、楽しいよな全裸のままゼルダ全クリするみたいなね、<laughs> 人とかもいるよね。そうだね。なん、ね、か,か、うんうん、それの派生で最近なんかゲーム散歩っていう人たちが出てきてて、うん、そ,その人たちはなんか専門家を呼びながら、要は、 その日本の赤炉みたいなゲームに、うん、その仏教関連の専門家を呼んで、うん、そこの仏教建築だったりとか仏像についてそのコメントしてもらうみたいなゲーム実況だったりとかそれこそ「デトロイト・ビカム・ヒューマンに」に、うん、精神学者を呼んで心理的にどういうこの表情からどういう状況を読み取れるかっていうのを見たり みたいな実況もあって、うん、面白,い面白い犯罪系のオープンワールドとして GTA に弁護士がゲストできて <laughs> そこれ今そうそうどういう罪ですかみたいな <laughs> へえ<ー>こんな説ましたん、ね、で窃盗ですみたいな話をするの面白いあれ面白いです、ね、あなるほどでも今のすごいヒントな気がして <laughs> つまりゲーム実況っていうもの自体がゲームをただプレイするっていう遊び方ではなく ゲームをプレイしながら語るっていう遊び方を発明したってわけでもあるし、うん、その語り口の中でいろんなゲーム内で違うゲームをある種作ってしまう。うん、なんかそういう工夫もあるからこそ幅広い人が、それこそ永井さんがどっち派、うん、実況を見るのどっち派って言ったようなこうバリエーションが生まれてくるし、うん、それだけファンの なんていうのかな多様性も生み出してるのかもしれないね。ゲーム実況ファンもすごく多様な気がする。うん。うん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 。そうだね。たださ、こう、これまでゲーム実況やってなかったユーチューバーもゲーム実況を今回やりましたみたいなのも多いじゃない多い。それだけやっぱり、あの、人気になってるっていうのはすごいことだなと思うんですよね。うん。うん、ある種、テンプレのコンテンツよね。配信するにあたって。うん。うん そうですね。だからまあ、配信者にとっては、むしろ、例えば一人の場合とかって、一人で延々喋り続けるのってめちゃくちゃハードル高いじゃないうん。だからある種、まあ、リアクション動画というか、何かをやってリアクションすることで一人でもコンテンツにできる。はいはい、で、それに、まあ、やっぱゲームっていう対象がすごい合ってたっていう意味で、そう、配信文化にすごいマッチしてる。なるほど。う一番入門編ではあるかもなとは思う。 配信者は突っ込みをし続ければいいんだもんね。ゲームの中で起こっていることに。落ちたーとかいうことでもう成立してるわけだもんね。崖から落ちた時に。うんうんうん。ホラーゲームやってすごい怖がってるだけでやっぱコンテンツにできるっていうのもあるかもしれない、うん、なるほど。うん、で、また YouTube のプラットフォームでやれば、えー、えー、と、お金にもなっていくっていうこともあるし。うんうん。なるほどです。だいぶ見通しがついてきましたね。はい。 そんな中今回僕特に聞いてみたかった超具体的かつタイムリーな話題があるのでなんだ質問いきたいんですけどねまあ僕は今回ゲーム特集やりたいなと思ったのはとにかく1個のエンタメジャンルじゃなくてもう IT とかビジネスの世界の規模で語られている市場にもなってるって時にもう今回もたびたび話題に上がってるフォートナイトのおなじみの開発会社、うんはい エピックゲームスがアップルとバチバチの今大戦争が起こってるわけじゃないですか。で、これがね、とまあ、簡単に言うと、フォ、うん、ートナイトって内、えー、課金型のゲームなわけですね。はあはあ、ダウンロードは無料で、プレイしていくときにお洋服と,、うん、として自分の見栄えを整えたりするときにお金がかかってくると。うん、で、今こう、もちろん、 いろんな端末でできるんだけれども、うんまあ、iPhone でやる人も多いわけです。ほ<う>ってなった時に iPhone のアプリで打ち課金をする場合、うん、Apple 側に30%か、うん、持ってかれてしまうわけですよ。へえ事務所みたい。そうそうそう。<laughs> <laughs> <laughs> そうなんですよ。ってなった時にいやいや取りすぎでしょみたいな話があってうん、うん、はいはいはい。でいろいろこれまでもやり取りがあったけどエピックが、うん そのアップルにお金を取られないで済む裏口ルートみたいなのを作ってアイテムを販売するっていうことをある種意図的にやって。すげえで、アプリ消されちゃったの。うわーもうお前ら違反したねみたいな。そしたら訴訟を起こして。はい。独禁法違反なんじゃないかっていうことで訴訟沙汰にもなっているっていうのが現状だと思うんですが。あららら。これってね、非常に面白い現象だと思っていて。うんうん。なんていうのかな。 これ、例えば、農業に例えたら、農協さんとかに納品して、農協が全国のスーパーとかに売ると思うんですけど、産地直送ってあるでしょ生産者から買ったりみたいな。誰々産地のみかん美味しいみたいな。それができないことにっていうわけですよね。自由な販売ができないっていう。これって変だなと思うし、でも一方でエピックの対応も、ファンがいっぱいいるから、それを人質に取ったような、 っていう批判もあると。<う>ファンが味方してくれる状況だからそういう、こう、なんていうのかな。うん、過激な対応もできたみたいな。そして重要なのがと、エピックはゲームを作ってるけど、ゲームの開発用のエンジンも作っているっていう。<ー>で、ここがなんか面白いところだなとか思ってるんですが、なんか概要長くなりましたけど、うん、ここにね、いろいろゲームの未来とか、デジタルのコンテンツ販売の未来がかかってる気もしていて、 誰、うん、がどんな風に見てたかを教えてもらいたいです。うん、じゃあ、高倉から、新見多分まとめると思うんで、高倉くんからお願いします。そうですね。いや、まあでも、そのエピックのとアップルそれぞれの態度に対する、まあ個人的な感情は置いといて、うん、その、まあエピックがそもそも作ってるアンリアルエンジンっていう、そのゲームエンジンなんですけど、うん、まあその辺について僕はすごい興味があって、はいはい。要は、まあ これってちょっと遡んなきゃいけないんですけど、現状のゲーム開発環境について、まあ、うん、は、今までとだいぶ違う状態だっていう、まず前提があって、その、はい、ースーファミとかファミコンの時代って、うん、その、プログラマーさんが一からプログラミングして、頑張ってやってたんですけど、うんうん、今は、要は、まあ、規模がでかすぎたりとか、うん、いろんな人たちが広くゲームを作れるようにっていうことで、まあ、 ゲームエンジンっていう、まあ、一種のアプリみたいなものを使って<ー>そのゲーム作ってるんですね大体の人が。うん、へえ、あそんなのあんだ。うんうん、そうそう。で、それはあのエピックが最初にアンリアルっていうゲームを作るときにアンリアルエンジンっていうそのゲームエンジンを作り出したんですよ。うん。うん、それでそれが今アンリアルエンジン次が5なんだけど4まで出てて でこれを使って作ってるゲームのラインナップっていうのがもうすごくて、うん、要は「ストリートファイター」もそうだし「うんえー、鉄拳」もそうだし「うん、ファイナルファンタジー」も「ドラゴンクエスト」もそうだしすごい!うんうん「ニンテンドースイッチ」のヨッシークラフトワールドとかもそうなんですよ。え知らなかった。うん、こっちもなんだ。そ<う>今日はこの「アンリアルエンジン」っていうものを使うと、うん、そのゲーム開発環境の中で これまでのゼロから作るではなく、うん、ある程度の物理演算をしてくれたりとか、うんうん、そういう、なんていうかな、開発環境の中で手軽にローコストにゲームを作ることができるようになったってことなんですよね。そう。しかもアンリアレンジはもう最近無料になってて。うんうん、うわ、すご。そう、無料で誰でもパソコンがあれば、<え>まあ Windows かな。まあ Mac でもわかんないけど。ガレージバンドみたいなことあ、そうそう、ファイナルカットとかさ、うんうん、要は。のゲーム版。 そう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 です。なるほど。うんうんうん、あそうだ。七井さんガレージバンド使うからね。うん <laughs> うんうん。そういうのでみんな作っててその中でこう重力がどうとかフィールドがあって木をここに植えましょうとか、うん、そういう設定ができるようになっててへぇ<ー>。そうそう。でまあたい今ユニティかアンリアルエンジンかっていう<ー>、うん、他にもいくつかあるんですけどメインはその2つ。 うんうん、で、そのエピックがもし今度アップルから排除されたら、アンリアルエンジンを使ってるゲームたちはどうなるのかっていうのが結構大きな問題になるのかな。アップルはそこまでを敵に回す覚悟があるのか、あるいはそんなことできるのかってことだよね。これだけアンリアルエンジンが広まっている以上。そうそう,そうそうそう。うそれはね、どうなるんだろうと思って見てますね。なるほどなるほど。へ、えー。 にみさんはどうですそうですね。まあ、えっと、ちなみに、その、今もう、要は実際裁判が起きてて、フォ、うん、ートナイトが、まあ、アップルを訴えていて、うん、で、その裁判所の今の時点での見解としては、要はその、高倉の言ったように、アンリアルエンジンまでを、その、アップルのプラットフォームに締め出すのはやりすぎだと。うん、うん、は,いはい、はい。 ただし、でも明らかにフォートナイトのその打ち課金方法は、アップルのガイドラインには違反しているから、まあ、ゲームの削除はやむを得ないのではないか、みたいな見解な。うん,うん。うん、だからまあ、なんか引き分け、みたいな今、状態ではある。<laughs> なるほど。はい。現状としては。で、まあ、その上で僕が思うのは、えー、っと、まあ、やっぱフォートナイトの運営するそのエピックゲームスが、やっぱすごい上手いなと思ったのは、うん もうその結構前から確かにそのアップルの30%のその手数料をまあ批判していて、うん、かつ今確かにそのゲームの独占状況みたいなのって世界的にもすごい問題視されているちょうどタイミングだったんですね。うん、そのタイミングで、かつてアップルがその IBM を批判するためにまあ作った、IBM のその業界支配を批判するために作ったすごい伝説的な動画があって、 へえ。それをカロリーした動画を描いて、むしろ今お前らがその独占状況を作り出してるんだぞって。かつて独占を批判した君たちが今は独占する側になってるんだよっていうのを、うんま、もう即日動画で公開して、同時に裁判を起こすっていうで、ユーザーに対してこれは自由のための戦いだっていう演出をしてユーザーが、うん、じゃあ、フォートナイト頑張れっていうふうに当然なるわけですね。うんうん、フォートナイトユーザーは。 ただ、結局のところ、エピックゲームスも、自分の、やプラットフォームを持ってる、うん。るわけなんですよね。実は、だからこれは、プラットフォームの独占状況を、ゲームメーカーが、まあ、訴えてるっていうよりは、プラットフォーム対プラットフォームの、まあ、対立でしか、正直ないんじゃないか、うん。なるほど、なるほど、うん。いうふうには言えると思うんだよね。要は、エピックっていうのが、単なるゲームの制作子会社ではなく、 アンリアルエンジンっていう開発環境も持っているから、うん、単純なこうメーカーじゃないんだと。そうなんですよ。ある種、プラットフォーマー同士のバトルなんじゃないかって話ですね。うん。そうなんです。うん。<laughs> うん、面白いな例えば、そのエピックのーセ30%手数料問題っていうのも、うん、実はあれ全社共通じゃないっていう話もあるんですよね。 他には優遇ししててるらいいっていう話アマゾンとかね <Amazon> 確かそうなのよ。うん、ってアプリの中でお買い物できるじゃん iPhone とかそこを使う人が多いからやっぱ手数料をちょっと下げてるみたいなのもあって、うん、なんていうかその、うん、一律じゃないところにルールの不透明性があるんじゃないかとか、うん、でもこれもなんか面白いと思うのがやっぱりこのそれだけ僕たちがこのスマートフォンっていうデバイスが。 すごく手軽に何でも触ることができることになったからこその生まれている競争というか対立だと思うし、本当こうテクノロジーの変化に対してコンテンツ、ゲームっていうものがどんな風に変わっていくのかいったのかのなんか一つのこう節目の争いなのかなっていう風に個人的には思うんですよね。そうですね。そう,そうそう。 しかも、ま、より対極的に見ると、はピックゲームスって、はい、主要株主は、テンセントっていう中国の、それこそ巨大企業。はいはい。なんですね。で、よくその、ガーファっていう言葉が使われるじゃないですか。アメリカの IT 企業が。がガーファ、Google、Amazon、Facebook、Apple。ほー。 この4つが今世界をそう牛耳ってるというか、少なくとも IT の寡占状況、独占状況が起きてるよねって話があるんですね。うん、で、だからアップル、その中の一つのアップルに対して、そのエピックゲームスが喧嘩を吹っかけてるんだけど、うん、エピックゲームスの,その主要株主は、まあ、中国の,その巨大企業のテンセントで、 一方で今中国もやっぱり IT 分野においては目覚ましい活躍を見せていて、うんうん、逆にそっちはそっちですごい力をつけ始めているんですね。うんうん、で、中国の4つの企業で、あの、バスっていう、うん、あとこれもえっと、バイジュと、アリババと、テンセントと、うん、はい。あと、ファーウェイか。うん。そうはあ<ー>。だから、すごい対局的に見ると、その、中国のバス対、アメリカのガーファ。 の対立のように見るることもできなるほどそ<う>これがまた東西のかつての冷戦的な構造にもつながっていくみたいなね、うん、そうなんですよね壮大な話になった必ずしもでもそうかどうかはもちろん分かんないし分からないけど<う>、うん、エピック・ゲームスにどこまでテンセントの意向が反映されてるかは外から現状は分からないんだけど、うん、そうでもそうなってくると結局その大企業同士の まあ、独占状況の奪い合いなんじゃないかっていう風にも見えるんだけど、うん、まあでも少なくとも、やっぱガーファがすごい独占状況になって、まあ長いこと、今もう硬着状態にあるから、うん、だとしたら、まあ独占する企業が変わるだけだとしても、多少の変化は、まあ、起きるって意味で、まあ、俺は結構エピックにはまあ頑張ってもらえた方が面白くなるんじゃないかなとは思います。うんうん、まあでも、エピックそもそももう今年入ってからその、 なんだろアンリアル5が PS5 に完全に対応するっていう話題があったりとか、うん、まあそのアンリアルエンジンの最新、最新エンジンは PS5 ともがっちり協力してやっていくぞという感じになっていて、PS5 のデモトレーラーとかもアンリアルエンジン5で作られてたりとか、でねでまあ、ソニーがその今年7月ぐらいですか 300億、そのエピックに出資するっていう話があったりとかするので、まあその、なんていうのかな、エピックはレジスタンスっぽい演出をしてアップルにこう、頑張って庶民の力でみたいな演出をしてるけども、もうアップルを追い抜く可能性すらある大きい企業っていうふうに僕は見てます。 うん、なるほどなるほどね。うん、だからこれって本当にいろんな視点から見れる話で、うん、プラットフォーマーコンテンツっていうのもあるし一方でプラットフォーマーとプラットフォーマーもあるし、うん、さっきみたいな GAFA に対しての東西対立みたいなのもあるかもしれないしすごい視点の多い問題なので何て言うのかな引き続きどうなっていくかによっていろいろゲーム状況だけじゃなくて IT ビジネス業界全体 が、なんか変化していく可能性すらあるなーっていう非常にレンジの広い話題だなっていう風に思いました。うん、この話だけでマジで永遠にできるから、<laughs> 今日はこの辺でしときますけど、引き <laughs> 続きオンライしていきましょう。 はい。でね、まだ聞きたい話はあって、えー、今このアンリアルエンジンの話が出ましたけど、開発環境がすごく手軽になって、うん、数人でインディーゲーム作ったりみたいなの増えてるし、うん、PC での販売プラットフォームである Steam でまずリリースした後任 Nintendo、Switch でも販売開始しましたみたいなことも最近非常に多い。長、はい、井さんが500円以下で探して、こんなのやってみようみたいなのね、増えてきてる、うん、ゲームの楽しみ方。うん、そんなインディーゲーゲムの 面白さもあるんですけらくんが作った仏教系シューティングゲーム「真乳儀ギ代」へえこれ作ってみてなんかどういうなんだろうな魅力とか課題とか感じたとかも知りたいんですよまず永井さんに簡単にどんなゲームか教えてあげてくださいすごーいえっと「真乳とこよは、えっと、お坊さんが、はい、木魚に乗って、うん、陸道林廻っていうその天国とか地獄とかほうほうなんか 畜生道とか修羅道とかに行って、うん、えと魂をよしよしすると徳が詰めるっていうゲームです。っていうシューティングゲームね。<laughs> そ,うそういうゲーム。これ音声だけで聞くと一体何だろうって思うと思うので <laughs> ぜひ皆さん検索してみてください。<laughs> はい、今検索して私はこの画面の斜面みたいなやつを見てるんだけど。うん ありがとうございます。めっちゃかわいい。ありがとうございます。いいな今年になって英語版もリリースされて。へー。コツコツと。だから僕と、もう一人グラフィックと、プログラマー二人と、BGM の人一人、5人で作ったんですけど。うんうんうん。すご。クラウドファンディングで、あの、資金を募って。ふんふんふん。 でまだあの返礼品をまだ送り続けているという <laughs> <laughs> 感じですけど、まだ全然送り切ってないんだけど。ま、うん。うん、でもこれかつてだったらゲームを作るっていうことが、うん、そのまあインディーでも会社作ったりしないと難しかっただろうし、うん、なんていうのかなゲーム作家として専門じゃない高倉くんみたいな人がゲームを作るってことのハードルすごく高かったわけじゃないですか。うん。 それはできるようになったっていうのはまず単純にメリットだよね。いやすごいことだよ。うんうん、だってユニティもその要はまあプログラムの知識僕はほとんどないんだけど、うん、あのプログラマーさんと一緒にいじることでユニティって本当になんだろうなプログラム打たなくてもある程度のところまでは組めるんだよね。 そうそう。ゲームエンジンってなんか、アンリアルとかも、要は、プログラム打たない状態で、まあ、フィールドぐらいは作れるっていうか。うんうん。マリオメーカーくらいの感じで作れるのマリオメーカーよりはちょっと大変だけど。うん。マリオメーカーは、それをさらに単純化したようなものって考えればいいのかな。なうんうん。これは、まあ、ちょっと、スチームとかとは別の話になるんだけど、 ニンテンドがやっぱスイッチになってからものすごいインディーゲームに力を入れていてうん。はウィーとか WiiU の頃ってゲームエンジンにあんまり対応してなかったんですよユニティみたいな。はいはい。<ー>だからそのインディーズゲームをあんまり仕入れることができなかったけどスイッチはすごくそのゲームエンジンいろんなものに対応するようになってそれで、うん、まあインディーズゲームをガンガン入れていこうっていう。 スタイルになってるんですけど、それってなんかプレイステーションが目指してるすごいハイエンドなゲームを作っていこうっていうのとは方向性が全然違って、確かに真逆だよね。そうそう、それが面白いなと思ってて、ハリウッド対策みたいなプレイステーションと、なんかその、うんうん、インディー映画みたいなのばっかり上映してる、なんか劇場としてのスイッチみたいな。うん、はいはい。シネコンと ミニシアターみたいな。そうそうそう。うんうん。え、でもさ、その、ニンテンドーのゲーム、スイッチで、ニンテンドーが作ったゲームしかやれない方が、ニンテンドーのソフトばっかり売れるから、うん、なんか、得っぽいじゃん。うんうん、うんうん。なんで、その、他社というかさ、別の事務所のやつも、なんか入れてあげるようになったのうんうん、うん、なんだろうね、それやっぱり鉄量で、 やっていきやすくなったんじゃない開発するのもお金かかるじゃん、やっぱり。あそっかそっか。売り場を開放してあげるっていうことのメリットがあるってことだよね。任天堂としては。へえ、なるほど。でも、面白いのが、いや、僕も最近知ったんだけど、もともと任天堂自体も、サードパーティー、要はその別の会社のために自分たちのゲームハードを提供するみたいなこと全く考えてなかったんだ。 最初<ー>単純に本当に今、永井さんがおっしゃってたみたいに、うん、自分たちのゲームを提供するためにファミコンを開発して、うん、で、その他のメーカーがそのファミコンを解析する中で、むしろ自分たちにも参加させてほしいっていう流れから解放していったっていう話があるんだ。うん、へなるほどなるほど。<う>じゃあ、だから元々は割と無欲なというか、もう本当に純粋に自分たちのゲームを作る、あ 提供するたたためのハードを作っっ状況だったので、うん、へえ<ー><ー>むしろ要望があったから開いていったっていうことなんだそううんうん、でだからまあ後からやっぱそのメリットに、まあ、気付いていったしまあプラットフォームとして、うん、多分割と頑張ってるんじゃないかなって思ってはあ<ー>でもこうスイッチってそのインディーゲームよりにかなり 力を入れてるし、それ用の YouTube チャンネルもあったりとか、うん、あとは、っていう環境でやっぱりやってみると、なんていうのかな、このハイエンドなゲーム、画質が綺麗で、すごいお金がかかって凝っててっていうものじゃない楽しみっていうのが結構あるなっていうふうに、再確認するし、うん、そのゲームをゲームたらしめているゲーム性、よくわからないけどあの、映画でもさ、シネフィルの人が映画、 すごくこれは映画的な映画だみたいな言い方をして褒めたりすることってあるんですけど、すごくゲーム的とは何だろうみたいなゲームの原初体験が感じられて面白いなっていうふうに最近思ってます。ゲームだけのゲーム性って武田が、うん、くんが言ってたと思うけど、うんうん、逆にゲームって、要はそのいろんな選択肢があって、 うん、で自分の口頭で物語を分岐するっていう点に、まあ一つ特徴があると思うんだけど、これって逆にもう今、ゲームだけの特権じゃなくて、むしろ他のジャンルにもどんどん適用され始めてるって状況も面白いなと思って。はい,はいはいはい。あの、ネットリックスであの、ブラックミラーのさ、最新作、うんあ、最新作じゃないけど、バンダースナッチっていうやつは、うん、自分で選択肢を選んで、そうすると物語が分岐したりするってことすごい話題になったし、あとその、うん ま、これはちょっと分岐とはまた違うかもしれないけど、最近あの、ジャンプで、天下のジャンプで、ラブコメで物語がマルチエンディングになるっていう、うん。何何、ね、<ー>すげえな。な漫画があって、あの、僕たちは勉強ができないっていう<ー>。メインストーリーを描いたんだけど、他のヒロインのエンディングも描くっていう、ゲーム的な発想があって、ゲームをゲームたらしめる。 そのゲーム性みたいなのがむしろ他のジャンルでも結構適用できるし、それはそれで逆に拡張性があって面白いことなるほどね。うんうんうん。うん、それは、つまりゲームが市民権を得たことで、ゲームのゲーム的快楽をいろんな人が体験してきた結果、うん、あ、これ他の表現でもできるよね、みたいなことが生まれてるのかもしれませんね。そうですね。うん。確かに。さて。 結構すでに時間がやばくてですね。やっぱりこうなるなって思ってたんですけど、<お> <laughs> 最後にどうしてもこの質問だけはしたかったんですよ。一言ずつでいいんで聞いて終わりにしようかなと思うんですけど、うん、一方で最初にも長井さんがちょっとお話してたけど、うん、とはいえゲームは時間がかかるし、ニーミも言ってたように終わらせてくれないと。うん、でも最新作はどんどん出てくる。なんなら昔よりも数が開発コストが落ちた分どんどん出てくる。うん、もうね、やりたいものを つまんでやるぐらいが精一杯でやりきれない。んですよ、うん、精一杯分かるって時にゲームだけやってられる状態でもない僕らとしてうん、うん、どうやったらゲームとのヘルシーな関係をここから先さらにタイトル増えていくと思うんだけどどういう楽しみ方をしていくとヘルシーかなっていうのを一言ずつ伺いたいたです <laughs> <laughs> 教えてそれについて僕はすごく最近思うことがあって。うん 最新作をやんなきゃいいんですよ。ゲーム <laughs> <う> <laughs> って。もう歴史がものすごい積み重なってるんですね、いつの間にか。うん、1980年から40年あるんで。で、うん、漫画とかも最新の漫画ばっかり読まないじゃん。やっぱ古い漫画とか古い本とかさ、うんうん、そういうのを、なんか、やっぱ歴史悟っていくのって楽しいじゃないなるほど。うん、だから僕は今、その、 要は今までの歴史で一番売れたハードってプレイステーション2なんですけど、うんえー、プレイステ2のゲームを今掘ってるなるほど<ー>それはなんか古典文学を今一度読むみたいな楽しみと似てるのかもしれないね最新のものってやっぱ23年経ってちょっと淘汰されるんで、うん、23年経ってもまだ名作とされてるゲームはやるけどあーそうかそうそうそう なるほど発売日に買うみたいなことを焦ってやる必要もないよねっていうことですね。うん、そうよっぽどなんか自分が好きそうっていうのでなければなんかみんなやってるからやんなきゃみたいなのはだからデトロイト・ビカム・ヒューマンも僕この間やったんだけど、うん、それはやっぱ話題になって12年ずっとやっぱ名作っていう声が絶えなかったからやってやっぱり名作だったし、うん、なんかちょっと寝かせると。 いいです。なるほどね。なるほど。ちょい寝かしね。うん。ネイさんどうですかいや、今、高倉くんの話を聞きつつ、すげえ考えてたんだけど、うん。ないなって思ったない。い。え、なんでかっていうと、いや、僕、例えばその、ブレストオブザワイルドに、やっぱ、ゼルダの、一時期、めちゃくちゃハマった時期があって、本当にゼルダしかやってない時期があったんですね。で、その時、なんでやめられたかっていうと、 夢の中で僕は、もう自分がリンクになって、ハイラル平原を駆け回ってる夢を見たときに、もうゲームをやる必要ないんじゃないかなと思って、ようやく解放されたんですね。なるほど。それがなかったら本当にずっとやり続けてたかもしれないって今でも思って,て。 うん、そう。なのでね、ヘルシーな付き合い方とかね、わからんなって思った。<laughs> じゃあ、あれだね。夢に出るまでやるっていうことかもしれないね。逆にね。<laughs> 夢に出たらやめよう。そのタイトルは。<laughs> やばいなやばいな現実と技術好きになったら終わりってこと、ね、<laughs> <laughs> やばいときってこと。<laughs> いや、でも、これは本当、今後の課題だと思うの。うん、どんどん数も増えると思うんで、うん、ちょっとでも、あの、 ちょい寝かしをするっていうのはヒントになるような気がしました。うん、確かにね、うん、そうね。うん。うん、ゲームやりたくなってきたね。なるほど。<laughs> じゃあ、うん、そろそろ収録もやめにしてゲームでもやりましょうか。はい。どうしよう。どうしよう。はい。お二人とも全2回にわたってありがとうございました。<laughs> はい。お二人の今後の活動は SNS やホームページなどをご覧ください。 ではにんみさん高倉さんありがとうございました。ありがとうございます。いますバイバイ。さてここからはモーションギャラリーで現在挑戦中のプロジェクトの中から。 特に注目して欲していものを紹介するホットトプロジェク長井さん今日は何があるんでしょうはい今日紹介したいのは「中銀カプセルタワーが今こそすごい」普段は見られないカプセルの内側に迫り20のストーリーを紹介する出版プロジェクトですこの「中銀カプセルタワービルは」は、うん、銀座にある黒川紀章氏設計のメタボリズムの代表作で。 1972年に建てられたビルです、うん、今回のクラウドファンディングは住居や事務所、セカンドハウスなどこれまで表に出ることがなかった様々なタイプの二重カプセルの内側を徹底撮影そこから見えるストーリーを紹介する出版プロジェクトとなっております長谷<ー>、うん、さんこのカプセルタワビルって知ってました知ってたうん、うん、なんかね、時々やっぱツイッターとかで流れて 来るよねこのビルのことって。うん、やっぱ有名だし僕はねあ<ー>あの一人友人が多分建築が好きだから一つ借りてた時期があってう<わ>あのそういう意味でも親しみがあるんですけどへ<ー>なんだろうねこう結構こう一つのカプセルっていうのがちっちゃいからうん、うん、意外と借りれる値段で賃貸出てたりとかして。うん、いいなううんで、うん たださあの中もさまざまなのがこのプロジェクトページを見るとわかるんですけどね本当ね同じようなユニットなわけですよこのメタボリズム建築ってうん、うん、それが組み合わさったような形でビルになってるみたいな建築はいはい、はい、あそういうい意味なんだ、うん、なんだけれども、うん、こう中を見ると皆さんさまざま使い方がね。 なんかちょっと和風なリノベーションしてる人もいて素敵ですねこれうんすごいかわいいなんかさ人ん家見るのってそもそもめちゃくちゃ楽しいじゃん、うんうん、だからすっごい読みたいよねこれ確かに <laughs> 気になる他のお家はどういう風になってるんだろうっていう興味が尽きないよねまた同じような間取りだからこそこう違いが際立っていて単純にこの 建築を楽しむっていうことだけでなく、うんうん、そういう覗き見的な楽しみもあるなというふうに思いますよ。ね、いいな、今ね、なんか。うん、作業部屋がさ、ほら、喫茶店とかもさ、行きづらいじゃない。はいはい。だから、うんうん、作業部屋で借りれたり。あ、なるほど。たらいいのにな。ちょっと共同で何人かで、一つの事務所みたいに使っても面白そうですし。うんうん、なんかね、この。 まあ、あのビル自体の保存再生プロジェクトの活動っていうのもプロジェクトオーナーさんがやられてるっていうことで、うん、なんかそういう建築を名建築を残していくためのうん、うん、ある種の派生的なプロジェクトみたいに捉えても面白いのかななんていうふうに思いました確かにこのプロジェクトはモーションギャラリーで9月30日まで開催ぜひチェックしてみてください モーションギャラリークロッシングエンディングのお時間となりましたいや今回もちょっと盛り上がって伸びてしまったけど永井さん、うん、どうでしたなんかいつもと違うやっぱ視点からゲームの話を聞けて面白かったなうん、うん、なんか後半は特にねエピックアップルとかビジネスに関わる話としていろんな話ができてよかったですねそう,そう,うん、うん、あと問題やっぱりもう僕はゲームとの付き合い方うん永井さんどうしてきます でも私あの夢に出るってすごい分かって、うん、あのツムツムとスプラトゥーンって私も夢に出てやめれたのね、うん、<laughs> だからやっぱツムツムの夢怖いそう怖いもうずっとね <laughs> あの降ってくンの上から <laughs> だからなんかまあどっちか分かれるよねお二人のうん、うん、こう 大人っぽくちゃんと、うん、あの考えてやめれるタイプか、もう破滅まで行くっていうタイプか。うん、はいはいはい。もうだ私は破滅の方で生きていくこれからも、うん。破滅型として夢に出るまでやると。<laughs> うんそうそう。なるほどね。<laughs> ちょっと僕もなんか夢に出るまで一個極めてみようかな。うん、皆さんのゲームのプレイの仕方もぜひ聞きたいですね。はいこの番組のハッシュタグをつけてぜひ教えてください。 ハッシュタグは s ャ a プ m g c r o s s i n g ハッシュタグ mgcrossing です。ご指導お願いします。<laughs> ご指導お願いします。<laughs> さて、次回も引き続き特集はゲームの衝撃です。またこのテーマをもとにお話を伺っていきたいと思います。モーションギャラリー、そして九段ハウスの提供でお届けしてきたモーションギャラリークロッシング。お相手は武田俊と 長い短いでした。また次回お会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ